米 NBC が違法賭博問題でドジャースを解雇された大谷翔平投手29の元通訳、水原一平氏39が学歴を詐称していると報じた。NBC は、同校のウェブサイトによると、日本語通訳者はダイヤモンドバー高校に通っていた。一部の報道では、水原はカリフォルニア大学リバーサイド校を卒業しているとされていたが、同大学の広報担当者は NBC に対し、彼が同校に通っていたという記録はないと述べた、と伝え。また、情報筋の話として、水原氏は昨年、大谷の口座からの電信送金を、大谷の関与も承認もなく、一定期間にわたって許可していたと語った、とも報じた。ただでさえギャンブル依存症で発言の信憑性が疑問なのに、これはさすがに、積み上げた信頼が一気に崩れていく。積み木崩しの様相。最悪なのは大谷翔平を巻き込んでしまったこと。みんな人じゃないと思ってたことがどんどん覆されててショックがでかい。しょっちゅう嘘ついてたんだろうな。一平、経歴詐称まで。またしても何も知らない大谷翔平であった。日ハムにも飛び火しそうで草。これ、メジャー側もそうだけど日ハムの管理もどうなってんねんっていう話になるで。なんだか急に叩くと埃が出てきたな。なんとなく、そんな学歴があるようには見えない、とは思っていた。学歴を聞いた時に感じた違和感というか、カリフォルニア大学卒業してて通訳してるってのも違和感あるし。流れ変わりすぎだろ。学歴詐称なんて簡単にできるんだろうな。もうどうなってんの？情報量が多すぎる。